博多丸井は、福岡県福岡市博多区博多駅中央街の複合商業施設、切手、博多内にある丸井の店舗。神戸丸井、南波丸井、京都丸井に次ぐ、西日本で4番目かつ、九州発の丸井グループ店舗として2016年4月21日にオープン。切手博多の1階から7階まで入居しており、低層階にスイーツなど、食関連の売り場を、 また1階から7階までの各フロアにカフェを導入するなど従来の丸い似ない新しい取り組みを実施している。博多駅再開発に合わせ当初は JR 博多市に進出を試みたが半球百貨店に決定したため断念。その後2013年10月に博多駅地区への出店を表明した。その後、開店準備室を博多区奈良山地に設置して お客様企画会議を400回にわたり開催し、外観やサービスなど店舗作り全般について、地元や丸井側との議論が重ねられた。エポスカードがハウステンボスと提携し、ハウステンボスエポスカードを発行。これに先立ち2013年の段階から、長崎地区でもエポスカードの CM 放送を始めた。店舗名は2015年7月23日に、 コミュニティサイトで一番意見が多かった、博多丸井とすることに決定した。博多丸井内のすべてのショップが営業している時間帯。よって、開店時間及び閉店時間はショップによって異なる。AB 丸井グループ年間の九州発、出店、博多丸井、おかげさまで4月21日オープン。自分にぴったりが見つかるお店を目指し1万名のお客様と、 一緒に作りました。丸いグループのエポスカードとハウステンボスが協業、ハウステンボスエポスカードを発行します。株式会社エポスカード、ハウステンボス株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.0101maruigroup.co.jp スラッシュ pdf スラッシュセトルメントスラッシュ140509 14-0-50-9-2 PDF 2014年6月26日閲覧2016年春、丸井博多駅前にオープン店名は博多丸井に決定株式会社丸井グループ広報室 http://www.0101maruigroup.co.jp スラッシュ pdf スラッシュセトルメントスラッシュ150723 150723 pdf 2015年8月18日閲覧ありがとうございます